北城市は愛媛県中予地方にあったし、松山市の北に隣接し、瀬戸内海に面した伝言都市であった。2005年1月1日、温泉郡中島町と共に松山市へ編入され、地方自治体としての北城市は消滅した。四国の北に犬の頭のように突き出した高輪半島の西側に、市市、西は瀬戸内海に面している。 緩やかな山地と海岸との間に平地が広がっているが、松山市との間には丘陵地が横たわり、松山平野とは直接つながっていない。緩やかな山裾を利用したゴルフ場が愛媛県内には珍しくたくさんあり、松山方面からの客に利用されている。温暖な瀬戸内海気候で年間平均気温約摂氏16度、年間降水量は、 約900ミリメートルと温暖小雨。積雪を見ることはほとんどなく、台風の直撃も少ない。古代、中世へ土器明治期昭和期市聖志港以降北条市の、系譜。町村聖志工寺、北条、辻、青、土手内北条村北条町、北条市、安巨島上、下南場、上南場南場村、中通り、小発端地、 中西内、芝村、中西外、寺谷、正岡村、院内、池田、神田、千海元屋、千海村、浅見源、小川井、磯川地、鴨の池、和田、川原、安岡、元屋属井村、西谷、大西谷、客、麓、平林、小川谷、久保、鹿本、 すぼき、さいの原、たきもと、いのき、さるかわ、注意、こめのの、しょうぶたていわむら、ぎしき、おやまだ、さるかわばら、おぎはら、はぎはら、べっぷ、みやうち、ぜんのうじ、よこたに、うるうだに、きゅうかわ、じょうほうめん、こうのむら、さこ、たかやま、うしだに、おかわち、なかすか、 片山、夏目、中島町、松山市松山市、か、亜明治ジ31年11月28日調整施行。い、マイナス対象三年立岩村、萩原を仙海村に編入。う昭二26年4月1日合体。江昭は30年3月31日合体。お昭三33年11月1日施政施行。 下平成17年1月1日温泉群、中島町と共に、松山市に編入合併。中島町、松山市の合併以前の系譜は、それぞれの市、町の記事を参照のこと。歴代市長なし主な産業、主要企業を、これといった産業がないものの、松山市の衛生都市の一つとして、その恩恵も受けつつ成長してきた。大規模なものではないが、 工業団地を構えると、三浦工業など、松山市から企業が進出してくるといった現象が見られる。このように、人口3万人と都市としては小規模ながら、がむしゃらに地域振興していく動機が湧きにくかったためか、農業工芸品ともにこれといった特産物や地域おこし活動が見られない。大きな災害もなく、周辺に競い合う地域もないため、穏やかな地域である。 逆に、これといって特徴のない地域でもある。ただ、秋祭りはみこしを神社の階段の上から投げ落としたり、またみこしを水路に真っ逆さまに投げ入れるなど、独特の激しさがある。大学、短期大学高等学校、中学校、小学校松山市と今治地域とを結ぶ、幹線上に位置する。国道196号と鉄道がほぼ並行して、走っている。 一般国道県道道の駅急市街である北条と松山市街とを結ぶバス路線が伊予鉄バスにより比較的頻繁に運行されている。平日は15分ヘッド、土日祝日は毎時2本程度。ありがとうございます。